古宮克人です。今日も皆様からいただいた質問に答えていこうと思います。今日の質問はですね、古宮さんの野球関係以外の趣味や生きがいって何かありますか、聞いてみたいですという質問をいただきました。野球関係以外の、趣味や生きがいっていう質問なんですけども、生きがいっていうので言えば、私も、息子と娘、子供が2人いてますんで、家庭の中で、その自分の子供たちの成長を見守りながら少しずつ成長していく過程っていうのはやはり自分の今の生きがいになってますし、野球スクールで、自分のことを信用してくれて、通ってきてくれる子供たちが成長していく、これは野球関係になるんですけども、その野球っていうのを取り除いて、子供たちが自分が何か関わったことによって、何か壁を突破していく姿、そして突破してその子が明らかに、表情も、行動も変わってきて自信がみなぎってきて、その子が自分の人生を力強く生きていこうとする姿を見るのがやはり生きがいなわけなんですよね。で、そういう意味で私はずっと学校という場所で教育もやらせてもらってますし、学校を離れても、野球という手段を使ってそうやって子供たちの育成に励んでるわけなんですよね。ただ、やはり私自身その私よりも下の世代の育成に目が向きがちなんですけども、そういう生きがいという意味で、趣味とか生きがいとかを持って一回しかない人生を、自分が謳歌していくっていう考え方、もちろんそれが一番先頭であって、自分を一番大事に思いながら生活していくっていうのはもちろん重要なことではあるんですけども、そもそも、元をたどっていくと、なぜ自分は今ここで生活できているのか、自分の親がいてて、その親にも親がいてて、たどっていって、先祖の皆さんがいてくれたわけで今自分がここにいてる、そのご先祖様の誰一人かけても自分が存在していない、なので自分が自分の人生を生きているのではなくて、命のつながりによって今生かされている。じゃあこのいただいた命をどういうふうな、使い方をするのか、誰のために使うのか、何のために使うのかっていうことを考えたときに、自分のために使うっていうのもある種持ちながら、その自分のために使いながらもそれは結局誰かのために使われてて、そして生かされたこの命を次の世代につないでいくっていう意味で、自分自身の子供に対する教育、そして今この世の中で、頑張って次の世代につないでいこうとする子供たちの教育っていうのをやっていく、そこに自分の人生の意義とか目的、そして価値、生きがいがあると思って、全ての行動が、その考えに基づいて設計されているということですよね。なので、仕事においてはそういう考え方でやってますし、自分がオフの時は私は結構お笑いとかテレビも好きなので、そういうふうなことに時間を費やして、全ての思考をそこに全力で注ぎながら行くとやはり頭がパンパンになるので、少しリラックスしたいなという時にそういう息抜きの手段として、そういうふうなものを活用しながら、これがある種趣味ですよね。本業である教育業ですね、これが生きがいになってまして、そういうところにグッと力を発揮できるような自分のコンディションを趣味と生きがいをうまいことこう行ったり来たりして、自分が最高のパフォーマンスをいつも出して、周囲の人たちと関われるように準備をしているっていうところで、視聴者の皆様にも、いろんなこだわり、自分の人生どうしたいのかいろいろあると思いますけども、先ほども言った通り、今自分が生きている、自分の力で生きているっていう風な考え方ももちろん大事なんですけども、たくさんの人のつながりによって今生かされてる、この2つのことをしっかりと持ちながら1回しかない人生を強く生きていって、今自分の持っている力とか思いを自分のためだけに使うのではなくて、周りの人に好影響を発信していけるような人間になってもらうように皆様で頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。また
いいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。